サイリックス CX486SLC マイクロプロセッササ,サイリックス CX486SLC はサイリックスが提供した最初の CPU であるインテルと競合しより良い性能を同等家庭価格で提供したコプロセッサの事業の後にリリースされた CX486SLC はインテルの 386SX や486 SX というエントリーレベルのチップに対応したものであった。サイリックス向けに CX486SLC を製造したテキサスインストゥルメンツはサイリックスのオリジナルの設計のキャッシュ1基部を8基部に変更した独自のバージョンの TI486SXLC 及び倍速クロック版の TI486SXLC にをリリースした。しかし、 同じような名前の48 48 48 IBM 486 SLC、486 SLC2,486 SLC3,IBM 386 SLC チップは、サイリックスの設計とは関係がなかった。1992年5月に発表され、後により有名になったサイリックス CX5X86 のように、CX486 SLC は、 ハイブリッド CPU であった。全世代の CPU ソケットに接続する一方で、新しい CPU の特徴を取り入れていた。CX486SLC は 25MHz、33MHz、40MHz で動作したが、いくつかのオペレーティングシステムでは、40MHz で確実に動作させることは困難であった。 CX486SLC は486の命令セットと1基部の L1 キャッシュを追加した 386SX ということができる。だが、CX486SLC は 386SX の24ビットのアドレスバスと16メガバイトのラムの制限を受け継いでいる。 また386や 486SX と同じように数値演算、コプロセッサを持っていない。しかし 486SX とは異なり、387SX または互換のコプロセッサを使用することができた。386SX のバスの制限と小さな L1 キャッシュの制限で性能面で 486SX と争う。 ことはできなかった。サイリックス CX486SLCE は CX486SLC の低消費電力版である。CX486SLCEV は低電圧に対応したものである。CX486SLC は非常に低価格のローエンドマザーボードと PC クローンで使われた。低消費電力であったため、 ラップトップで使われることもあった。ありがとうございます。